こんにちは、デリッシュキッチンです。鶏胸肉の韓国風ホットプレート蒸しを作ります。鶏胸肉をしっとりジューシーに仕上げる秘密をご紹介。明治ブルガリアヨーグルト LB81 プレーン乳素材だけ無添加を用意します。注げるタイプのプレーンヨーグルト、保存袋に 100g 入れましょう。同じ量の明治ブルガリアヨーグルト LB81 プレーンでも作れます。砂糖、醤油、コチュジャン、おろしニンニクを加えて手で揉んで滑らかにしましょう。仕上げ用に大さじ3程度取り分けておき、鶏胸肉2枚を加えて揉み込みます。ヨーグルトに漬け込むことで鶏胸肉が柔らかジューシーに。空気を抜きながら袋の口を閉じ、冷蔵庫で1時間ほど置きましょう。一晩漬けるとよりしっとり柔らかくなります。ホットプレートにごま油大さじ1を入れて中温に熱し、汁気を切って鶏肉を入れます。漬け汁は取っておきましょう。両面に焼き色がつくまで焼きます。取り出して、じゃがいもの半月切り3個分、玉ねぎの薄切り1個分を入れて、玉ねぎがしんなりするまで炒めます。キムチ 120g を加えて炒め合わせましょう。漬け汁を加えて鶏肉をのせ、蓋をして低温から中温で15分、鶏肉に火が通るまで蒸し焼きにします。ふつふつとした状態を保ちましょう。鶏肉を取り出して食べやすい大きさに切ります。ニラ1/2束分と鶏肉をのせ、ピザ用チーズ 80g をのせて蓋をし、チーズが溶けるまで加熱しましょう。仕上げ用のコチュジャンヨーグルトソースをかけて完成です。ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。